旗本退屈男は小説家佐々木密造原作の時代小説及び同作品に登場する主人公佐乙女モンドノスケの異名。直ん旗本佐乙女モンドノスケを主人公とする通会時代小説。昭和4年4月の文芸クラブに初登場し、以後11作が発表された。また昭和初期のサイレント時代から昭和中期までに、 一川歌右衛門主演で映画化された作品は、計30本を数え、テレビドラマとしても何度もリメイクされている。決め台詞は、退屈じゃ退屈じゃと、退屈紛れにまかりこせば、この始末、ええー、い、この眉間の傷が目に入らぬかなどである。決め台詞が強烈だったため、お笑いにも使われ、西川のりおが、さ乙女門モンドノスケをモチーフにしたギャグを持つ。さ乙女も、んどのすと読む。 人呼んで、旗本退屈男、数へ33歳。元禄時代に活躍した、徳川将軍家の直参旗元で、無役ながら1200国の大海。本所有下水の屋敷に住む独身。他に使用人が7名同居。身長公尺6寸というから、当時としては、要望怪異な大男だった。剣術の達人で、諸羽ネ流星岩崩しという無敵の技を習得している。 その他にも、武芸十八発に通じ、軍学にも明るい。しかし、太平の元禄の世にあっては自慢の技を振るう機会に、恵まれず、退屈で仕方ないが口癖。外出時は、黒羽二重の木流し、ロイロ将の平安城相模神を落とし差しにし、素足にせった吐き、深編み傘が、お馴染みのいでたち。 精廉潔白な性格で、権力の腐敗を憎み、相手が将軍でも直言を厭わない。一方で下々には慈悲深く、庶民とも気さくに交わるため、江戸っ子からは退屈のお殿様と呼ばれ、親しまれている。トレードマークは被体に受けた三日月型の天下五面の向こう傷。これは、長州藩の悪侍七人組と切り合った時に受けた刀傷。小説では、 弾力と権利、そして額の傷を天下御免としているが、映画では徳川将軍により天下御免のお墨付きを受けたという設定。またテレビドラマ版では、先代の将軍が時代を決めるにあたって、真剣での勝負を催し、綱吉の代理人として立ち会った際に、相手の代理人の片腕と引き換えに受けた傷ということになっている。笹沖内と読む。家の側用人。 キクジ、モンドノスケの妹、霧島京也、モンドノスケの弟分の旗本、キクロが惚れている。初の映画化は1930年、市川歌右衛門プロダクション主催の俳優、市川歌右衛門が原作小説を読んで、気に入り、自ら主演作として制作した。以後33年にわたって演じ続け、これは日本映画で同一俳優が同一人物を、 主人公として演じた最長記録である。劇中の左手前に刀を持ったモンドノスケの必殺の構え、初羽手流星岩崩しは、歌えもが狭い室内での立ち回りを考慮して編み出したものである。戦後、作を重ねるごとに派手さがエスカレートしていったモンドノスケの衣装も派手な芝居に合わせようという歌えもの意向によるものだった。東映作品では、 新作ごとに新しい着物を仕立て、モンドノスケカズの天下五面の着流しに衣装代の8割が使われていた。1930年の第一作、旗本退屈男から1963年の謎の竜神三崎まで計30本が制作され、佐乙女モンドノスケは一貫して、市川歌右衛門が演じ、彼の代表作となった。また、 次男の北王子金谷が霧島慶渡る役などでたびたび登場、親子共演が話題になった。六は引くけれど、直参旗本、天下御免の向こう傷、などの決まり文句は歌えもん独特のセリフ回しと相まって流行語化、その後のシリーズでも必ず出る名セリフとして定着した。テレビドラマ版では色鮮やかな着流しを着ることが多く、笹沖内も、 モンドノスケのことを尋ねる際、派手な着物の侍と表現している。辞典は、石坂工事の近代地光介が続いているが、これは、プログラムピクチャーではなく連続制作された大作で、あり、第5作と最終作の間は27年空いている。対戦前後を除いて、ほぼ継続的に演じ続けた、歌いもんの記録の大きさが伺える。ありがとうございます。